見えちゃいましたか？見えてますか？懐かしのこのセット、今日はちょっとあの激動の日々から1年ということで再チャレンジしたいと思います。ということは私の仲間が必要ですね。藤井瑞希ちゃん、おいでー。はい、1年ぶりに帰ってきましたっていうわけじゃないか。この企画がそうだね、この間お邪魔したね。そう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 、すいません、すいません、ここはもうすでに合ってるんです。はい、すいません、ちょっと一回やりたいなって思って、うん、急にね、うん、いや本当に急に練習とかもなく、いやもちろん、しかもそんなに握ってないんだよね。もうラケットを最近その握れてないし、いやなんならあれ特殊だからほぼやってないし、そうだよね。なのでやれないと思うよ。大丈夫大丈夫、私もつかめる自信ないんだけど、この箸はやっぱね取ってあったわけよ。さすがだね、飾ってあったわけ、ここに。こうやってどんな気持ちでどんなとこにって感じだけどね。いろんな人にこのなんか木くずというか木片みたいなの置いてあるけど何って言われて、何来た人ギネス、ギネスのやつやからっていうくだりを何回もやってるわけ。あ、なるほどね、撮ってくれたんだね。そうだから24時間テレビ見て、うん、ああ1年経ったんだっていう感じになったじゃん、ね、なった、やったんか、去年は私たちはこの舞台でやったんかってなって、うん、っていうその気持ちが、うん、本当にやられる。で、今やったらどんな記録になるのかなっていうのを。いやもう地獄よ、絶対やばいかな、わかんないけど、ちょっとやってみたい、うん、本当に何もやってません、あれ以降、うん、あのそのこの作業、この動作をやってません。もうさ、だって教室とかもさ、うん、やっぱり少なくなっちゃってるからさ、もうやる機会がなかなかないよね。ないし、あんなスピード感で出すことはまずないから。マジ改めて前回のやつ見てほしいんですけど、皆さんドキュメンタリー本当にあの出し方やばいからね。いや改めて見たら、だってみんなどうなってるのってコメントがさ、この間インスタ載ってたら、どういう右手でやって右手で出してるんですかってここどうやってるんですかって。嬉しいけどね、嬉しいけどね。そうだ、それにまた改めて1年後気づく、うん、あと一つね、大事なのは私が1年前めちゃくちゃ太ってた全然違う、みんなに言われるね。ね、見事に言われるね。あれが一番恥ずかしかった。もうあの時はさ、何とも思ってなかったけどさ、うん、痩せたの。イエーイ、めちゃくちゃ。それ言われたっていうね。本当すごい。本当ストイック。教えて、ちょっと。いや。はい、ということで、今回は、ひっちゃんに、おぉ。はい、はい、こちらを贈呈したいと思います。ありがとうございます。今日間違えた服装してきちゃったからうっかり何も考えずにいいのよ。だからシャトル引っかかるなと思ってたからめちゃくちゃ嬉しいです。レギュラーだから。あ、そうだね、はい、これから来ていただいて毎回これで出るの。そうだよ、全員がもらえるわけじゃないから。なるほどね、ぜひあの来ていただいて。わかりました。普段も来て走っていただいて宣伝していただいて、はい、ありがとうございます。やってみよう。じゃあはい、まず着替えてきますね。私でも、あ、着替えてきて、わかりない、そして登場して。わかりました、行きます。はい、着替えてきました。もう完璧、もうチームワークバッチリって感じだね。私もインするわ気合い入れるわ、やっぱインして。やっぱうちらの時代はさ、絶対インだったじゃん。そうよ、外に出したら怒られるみたいな、うん、やっぱあった、あったよ、うちらもあったのよ。ねえ、でも出してて、ちょっと高めでいくわ。いや、すごい、足長、羨ましい。私も負けよ、私も負けよ、しっかり頑張ろう、昭和コンビで頑張ろう。うん、昭和コンビで63年チームね、頑張ります。イエーイ、頑張るぜ。おー、3、2、1、スタート。確かにこれ、あれかも。ここがむずい。ねえ、頼むよ。いいじゃない、いいじゃない。私も結構いけてるけどね、私が取れないよ。あ、くそ思い出せよ、あの日の現状を。ちょっと待って、シュッとかていないよこれ。
五、四、三、二、一。はい。あはは。はい。やった。どう？うまくいった？私結構いったと思うよ。私結構いったよ。安定してたよ。どこしたんだよ。安定してたと思うよ。結構これ映した方がいいんじゃないか。映せるところ。私結構安定してたな。うん。してたよ。私スピードについていけなかった。目が。いきまーす。1、はい、じゃあ2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、すごいすごい。35、はい、36、はい、37、はい、38、はい、39、はい、すごい。40、すごくない？すごい。41、はい、41、41。いや、よかった方じゃない？もっと少ないと思ったよ。もっとね、全然30いくかなとか言ってたけど。一番最初やった時ぐらい。そう、それよりは言ってるか。それよりは言ってる気がするけど、最初にやってみようの時、うん、で15落ちてるから全部拾えてたらギネス行ってたかもしれない。全部拾えたら56。そうだよ。すごくない？ミスなかったよ。だっていや、なかったね。ネットもなかったじゃん。それ上もなかったよ。いや、私すごくない？やっぱ覚えてる、覚えてる。やっぱプロだわ。覚えてますよ、去年必死で練習したのが。素晴らしい。やっぱ私まだ箸のプロではないんだ。忘れちゃってたもん。ちょっと忘れちゃってね。うん、シンプルが、ね、そうだよ。あー、41ですね、1年目にやった結果。いやでもこれさ、だからさ、もう少しやっぱ練習したらいけそうじゃない？あと3日練習したらいける気がする。またギネスいけそうよ。呼ぶ？更新ね、更新できそう。この間話してたのが、うん、私たちまだ記録保持者なんですか、うん、それが分かんない話になって、うん、記録を塗り替えられた場合、うん、なんかはい、もう塗り替えられました、お疲れ様でしたっていう、なんか報告が欲しい。欲しい話になって。どっちなんだろう、今こうやってギネス記録でとか話してるけど、実はさ、更新されたらギネスホルダーじゃないですか言われたらちょっと恥ずかしい。そう、ちょっと恥ずかしいし寂しいじゃん、うん、それが分からないから、うん、なんかギネス取られた皆さんどういう報告を受けて、うん、違いますよっていうのを知ってるのかもしれない。確かに。誰か知らないですかね。誰か知りませんか。あ、ちょっとでも楽しかった。いや、これ上げる方さ、私ちょっと自信持てちゃったから、もし橋の方やりたい人もしいましたら、ぜひ私上げますので。やだ、私がそれはやきもちやかせない。ダメよ。やきもちやかせてギネス記録しましょう。ギネス達成しましょう。絶対邪魔するかも。風送るからドライヤーで。嫌な夏。お持ちしております、いろんな企画。はい、2人で頑張りたいと思います、はい、1週間もらえれば、あの、なんやかんや頑張りますので、うん、私たち1週間短い。10日あればなんやかんやいろんなやつ頑張りますので、はい、やれると思うので、はい、ぜひお待ちしております。いろんな企画お待ちしております。